どうも皆さんこんにちは、簡単ウクレレ教室ガズレレのガズと、はい、ハニーさん登場です。皆さんこんにちは、はい、久しぶりですね、はい、あの夫婦でセッション、はい、この夫婦でセッションを今からやります。いつもですね、ガズの家ではこうやって、自分がガズが弾いてたり、うん、ハニーが弾いてたりする2人でね、こういつもセッションしてるんですよ、うん、今日も、そのセッションを皆さんともう一緒にセッションしようということで、歌詞とコードを出すんでみんなで一緒に弾きましょう。これ楽しい曲やります。今日の曲は二人のアイランド、夏夏夏夏ココナッツ、あれです。あの昭和の人がもう喜ぶやつです。まあ昭和ですね。でも元気になる曲なんでね、もうモリモリやっていきましょう、はい、でもしかしてこの動画見てくださってる中にウクレレやったことないけど面白そうだな、私にできるかなという方いるかもしれません。できまーす、やってみたい人はここのリンク行ってください。このリンク、これ見てたらどんな人でもウクレレできますからね。楽しんで音楽始めてください。よっしゃ、それでは、はい、二人のアイランドやってみようと思うんですけど、最後にね、演奏動画終わった後にまたちょっとね、解説なんかも軽くしますんで、最後までぜひご覧になってください。それでは行ってみましょう。二人のアイランドをやってみる。これね、一人でやってもいいし、やっぱこんな感じでね、あのいろんな人とね、こうバイバイやるのも二人でやるのもいいし、ぜひこういう感じのね、音楽の楽しみ方、セッション、皆さんぜひ、夏、うん、ね、二人のアイランドだもん、夏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 、ココナッツだもん、もうたまらないっすね。そうそう、今の歌ですよ、はい。このね、二人のアイランド、ガズレレレッスン動画あります。ここにリンク貼っつけておきますのでね、興味ある方やってみてください。で、この楽譜もね、多分ガズクラブでゲットできると思うな。あ、そうそう、いろいろガズクラブとか、いろいろガズレレではいろんなことやってます。この T シャツとかね、このストラップ、キャップだとか、そう、いろんなグッズあります。この水引きもね、私の両親が作ってますよ。こんなこと、ガズレレ .com のホームページにいろいろ書いてあるので、お時間あるときにじっくりホームページ見て、ものすごい情報量多いですからね。はい。なんだけど、まあ、とにかく夏っつったらやっぱウクレレがぴったりさ、皆さん。聞くよりやる方が楽しい、どんどん音楽始めてください。皆さんありがとうございました。また夫婦セッションちょこちょこやっていくと思う。いつもやってるから ね、そう、はい、そんなわけで、今日の夫婦セッションは2人のアイランドをお届けしました。それで皆さんも楽しく音楽していきましょう。ごきげんよう、さよなら。